道山古墳群は大阪府大東市寺川にある古墳群。大東市指定史跡に指定されている。大阪府栄水道の排水地建設に伴う事前調査で発見され、発掘調査が実施されており、古墳時代中期から後期にかけての古墳群であることが明らかにされている。 1969年1月、大阪府営水道寺川排水地建設予定地となっていた道山山町において、埴輪や鉄塔が発見され、大東市教育委員会と大阪府教育委員会に通知された。現地調査により、木彫り工程に鉄拳片などが露出し、その周囲には埴輪片が散乱し、かなりの規模の古墳であると推定された。また、 この古墳の近くに横穴式石室の天井石らしき花崗岩が露出していることからここにも古墳の存在が予想された。今後さらに新しい古墳の発見も予想されたので、これらを総称して銅山古墳群と呼ぶことにし、最初に発見された古墳を一号墳と呼ぶこととされた。異物が出土したことが地元で大げさに伝わり、 放置し得ない状況であったため、両教育委員会によって、同年2月に発掘調査が行われ、木管自家層の主体部が明らかにされ、1972年には大阪府教育委員会により、噴球の調査が行われている。調査の結果、1号噴は、噴球の大半を風化した花崗岩の岩盤を削り出し成形して、築造を行い、森土は、 ほとんどなかったものと考えられた。噴球の西側の段と東側の溝からは、円筒波に割れ列が検出されている。噴球の流出が著しい部分もあるが、谷や溝、波に割れ列から直径25メートルの円噴であったと推定された。吹き石は認められなかったという。内部構造は、公園部直下に設けられた、墓口に、 組合式箱型木管が自家装され、その主軸に直行する状態で副装品のみを収めた、副管の痕跡が検出された。主筆儀の内部は拡乱されていたが、鉱玉製マガ玉、壁玉製タ玉、ガラス製丸玉、活石製防水車が検出されている。また、灌外の北側で14本、南側で11本の鉄製探検が置かれていた。副管からは、 炭鉱、昇格付け株と、鉄刀、矢尻、剣、鎌が検出されている。紛糾から出土した埴輪は、円筒埴輪が、紛糾裾部分で原位置を保った状態で69個体、検出されている。朝顔形埴輪は、原位置を保つものはなかったが、かなりまとまって出土している。他に、家型埴輪、盾、蓋及びうぼと推定される。 自家古門を排した破片が見られる。埴輪の他に、噴球南西裾部で、末期の木台壺、高槻出土した。いずれも、初期末期に属するものである。また、同じ場所で、弾きの高槻に個体が出土している。一号墳の築造年代の手がかりとしては出土した、炭鉱と兜が、三角板川土の製作技法であることから世前半が、 考えられ、水器が、大阪府末村用では、最古の部類に属するかまし湿度のものに類似する、ことからも、同様の年代が裏付けられる。一号墳の湿度遺物は一括して、大阪府の指定文化財に指定されている。道山古墳群では一号墳以外にも次々と、古墳が確認され、調査されており、古墳の総数は七基に及んでいる。一号粉以外はいずれも、 古墳時代後期に属するもので、横穴式石室を主体とし、刀管や木管に使われたと思われる釘や人骨などが出土している。6世紀末から7世紀中頃の築造と考えられる。道山古墳群は、保存についての協議が長期に及んだものの、大東市立道山古墳群史跡広場として整備され、2012年3月末にオープンした。 ありがとうございます。